じゃあやっていきまーす。皆さんいらっしゃい。どうも。ね、ちょっとありがとう。ここ下に降りてもなんかありそうだ。見えだ。いや、いっぱいいるじゃん。なんだ。ゲロ吐きやがって。ゲロばっかり吐きやがって。みんなと一緒だ。よし、これは何者なんだろう。奴隷騎士の頭巾。なんだろう、どんな、かわいいかな。なんか色はかわいい感じだったけど。あ、防御力結構高い。防御力はまあまあ高いな。でも重いんだ。なるほど。頭巾は、これか。重い。重いからいいや。どうも、いらっしゃい。どうも、どうも。どうも、どうも。どうも、いらっしゃい。いや、でも、あ、そうそう、あのね。どうも皆さんいらっしゃい。あのね、写真を漁ってたの。え、お腹痛い？させてあげよっか。この、カナダワシで。よいしょ。データが出てきたの。昔使ってた、スマホの、データ、SD カードが出てきたの。中身見たら、友達と悪ふざけして、撮った、写真とかが結構入ってて、懐かしいなーって思って今日見てたんだけど、まあ、今はもうやらないだろうなーって思った。終わり。友達がまだ、大学の時はね、割となんかね、結構その血の系じゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。なんだろう。結構そのなんか、なんて言ったらいいんですかね。なんて言ったらいいんですか？その、やんちゃとかではないんだけど、バチだったかな。うわぁ！ふざけんな！ねえ、こいつ、しかも死にそうだ。ふざけんな、あんなとこから出てきやがって。どこ行った、どこ行った、あ、いた、あ、いた。あ、いたー。うわ。こんな。うわー、せっかく取ったのにな。よし、倒した。3周目だからもう、攻撃強い敵。どうもいらっしゃい。なん？あ、そうかもね。でも楽しいよ、すごく。みんなとなんか喋りながらゲームしたい。大学の時はね、なんかちょっとそういう、ザーニングにって言われてたね。なんか、そのちょっと、なんか、なんだろう。まあいいや、もう喋りたくない。いいや、もう。いいや、説明する必要もない。恥ずかしい。
難しいからいいや。ちぎり屋じゃなくて、皆さんいらっしゃい、どうも。ペヤングハンマーださんいらっしゃい。これ、ここはなんだ、何があるんだ。何もな、ショートカットを開けるだけか。いやー、なんて言ったらいいんですかね。いや、まあ、言うと、いいや、言わないでもいい。言ったって何もなん、なんもないよ。あ、そういうことしてたんだな、若かったね、で済むぐらいだから。別になんかあるわけじゃない。いや、なんもない。どうもいらっしゃい。いやー、でもあんなの残しておいたら大変なことになるね、データがなんか。出回ったりしたらちょっとね。恥ずかしいになっちゃうから。気をつけないとね。これ降りたら何があるんだ?得意の途中でやめる。そう、それよく言われるんだよね。友達にもよく怒られる。途中にまで言っといて何なんみたいに怒られることある。そうだね、若い時はそうだよね。そうそう、なんかちょっとね。まあいいじゃん、まあいろいろあるってことだよ。スポンサー?スポンサーって何?なんで?どういうこと?スポンサーがいるって。あ、鍵詰めが手に入った。そして?なんかないの?あと行けそうな場所も何もない。こんなもんか。ここ行けそう。あ、あそこどうやって行くんだろう。ぴょーんって行けそうにないけど。ああ、あそこどうやって登るんだろう。ねえ、上からも行けないけど、あそこどうやって登るんだろう。なんか、ほら、なんかいるよ、あそこに。あ、ああ、すぐ右に、あ、違う、え?どうやって登るんだろう、そこ。残らないね。何時なの?小見さんいらっしゃい、どうも。変だね。いや、わからぬ。同窓会は、やってたけど、わしは行かなかった。なんでって言うとか、そういうの聞かないで。同窓会は、だからね、もう全然会ってないから、同級生の人たちでしょ。そんなにだって仲良くない人と会ってもしょうがないなと思ってたから。仲いい友達とだけ、交流できたらいいと思ってたから。なんかどうでもいい人とか、会いたくないぞ。学生時代は人見知りじゃなかったのですか?人見知りですよ。だってもう学校と体操の、まあ体操クラブ入ってたから、そのクラ、練習場に行くのと、学校と家の往復だけだもん。それ以外は何も、なんかもう全然なんもないもん。あの楽しいことなんてね、大会でいい成績を収めることだけを考えてて。
や、だから大学に入ったらなんか自由だってなって、ウェーイってなったんだよ。そうだね、器械体操。機械体操ずっとやってたからね。小学生の時から。よいしょ。で、かがり火はそこにあって、さっきなんか、ここの裏側に、なんか、ないの？なんか出てかいけないの？体操、そうそう。みんなが体操って言って想像するのって大体なんか、リボンをくるくるしてたんですか？とか、なんかバトンを投げてたんですか？とか、なんかそういう風によく言われるけど、言っとくけど、うち機械体操だから、そんな感じじゃないからね。平行棒は男子だろうが。なんでわしが平行棒やらなきゃいけないんだよ。よいしょ。わかんない。そうだよね。いや、段違い平行棒は、ま、鉄棒の分類みたいな感じだよ。平行部、男子の方が、競技数多いから、種目数多いから、種目数多いから、車輪は別に今でも多分できるよ。あん馬も男子だって。女子にないよ。これどうやって行くんだろう、あそこ。行けないじゃん、落ちちゃったよ。どうやって行くの、あれ。いや、私平均台で足の靭帯断裂したことあるから、着地失敗して。だから、苦手です。私床の方が得意。床が得意ですね。あ、で、どうやって行くんだろう。あっちから降りてくるしかない感じだよね。絶対良いと思った。チース3位だし3位。絶対言われると思った。で？こう普通に降りちゃって大丈夫系？なんかすごい声が聞こえるけど、ぐるるるぐるるるみたいな。なに、何の声、ぐるるるるみたいな。錆びついた金貨いらない、らないの。こんなに一生懸命取ろうとしてたの、アホくさ。運動音痴じゃないよ、全然。コッシーさんは運動音痴だと思う。たまさんいないさん。コッシーさんね、結構ね、運動音痴ですね。あんまりなんか運動神経良くないんだよね。なんかほんとね、コッシーさんは私とね、ほんとにね、真逆なことが多い。マジで。ほんと真逆のこと多いよ。クロクさん、タマさん、イレさん。中になんかいるよね、絶対これ。いやー、どうなんだろう、まあ。私の、ほんとに私の子供なんだろうか。
わーい、わーい、わーい、ハエちゃんがいた、ハエちゃんが。ハエちゃんがいた。闇の奇跡。ゴブリンじゃないよ。うわ、すごいね。これ卵でしょ？気持ち悪い。考えた人ほんとすごいよね。プロデューサーだよね。うわ、すっごい卵だよ。これ、ハエ、ハエ、ハエの卵。ウジ虫が出てくるよ。ウジ虫が出てくるからね、これ。気持ち悪い。これ燃やせるの？これ。そもそも。燃えないさ。誰がウジ虫？誰がウジ虫なの？また知らなかった、見てさ、思ってる。あー、呼吸困難になった、今。最近ほんとなんか笑うとね、息を吸えなくてね、引き笑いになっちゃうんでね。OK。1,2,5個目さえね。うわ、首が出る。で、ショートカット、こう、ちょっと覚えないと、道を覚えないと、こう行って、ショートカット登って、ショートカット登って、で、こう、で、降りて、登って、アリーナの番人さん、ポンジュさんいらっしゃい。小手半ない方たちもいらっしゃい。どうも、みんなの、アイドル、トシエだよ。どうぞよろしく、にゃん。よいしょ。パチパチパチ。アイドルらしく。今のアイドルってどんな感じなの？挨拶。イエーイみたいな感じ？イエイイエーイみたいな感じ？イエーイみたいな。そんなアイドルいるんじゃん。うわ、なんか入れる。もっとコビボイス。コビボイスどんな感じ？で、コビるのとかめんどくさくない？正直。よくやるなと思うわ。ぶっちゃけ。こんななんか。どう、なんかそんなな。めんどくさい。ふざけんなもう。強力になった。お前か。お前か。お前か。お前もか。ただの、あー違うわ。ただの毒じゃない、これは。あ、ちょうど持ってます、はい。オッケー。うん、もう毒だね。で、何もないの？ふざけんなぁ。ヒルデさんいらっしゃい。トシエはこっちいらっしゃい。どうも。トシエの理想のデート？ブリッコに？今の時点でブリッコなんじゃん。どうも。こんにちは。みんなの心のアイドル、トシーさんだよ。
よいしょ。およせ、およせ、ハルコです。およせ、ハルコです。よいしょ。なんかボス戦っぽいな。キャー、なにあいつら、なんなあいつら。おお、戦ってる。いや違う、あれ味方同士？いや敵だよね、あれね。おお来たー、ボケー。ふざけんな、ハゲー。ハゲみたいな頭してるし、てめー、てめー。痛い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 。ふざけんな。はい。危ない。よいしょ。よし、オッケー。全世界の綾瀬はるかファンに。いやいやいや、じゃあ綾瀬はるかファンがトッシーさんにちょっと陳謝しろ。刺してじゃない、刺すな、スポケ。刺してじゃないよ、間違った。やめろ。よし、てめえ、来てみろ、ほら、これ前、そっから。ほら。あ、いた。ざまこれはね、トシさん、おっさんなんですか。おっさんだよ。おっさん系女子。おっさん系女子で。おお出てきやがった。よし、倒した。さすがに3周目だからほんとダメージでかすぎてきつい。よし。わ。オフだよ。なんで初見プレイでオンラインでやんなきゃいけないの。あれどうやって取るんだろう。あれどうやって取るんだ。あー、上から落ちてきて取るんだ。オッケー、夜間地図救助組戦車、救助組戦やないさーい。よいしょ。上から落ちてこいってことか。あと行ける場所って言ったらここか。そうだね、さっきのとこだね。あまり見とかない。ないね。なんかあそこ光ってるけど、かがり火ではない。おー。誰、どこ。あー、まだ丸ボタンを押しちゃったよ。なんか誰か来た。何あの人。何、誰。いや、悪い人だ。悪い人だった。悪い人っぽい。あいつ悪い人っぽい。悪い人っぽい。いやー、ちょっと。いや、阿部寛ではないでしょ。大丈夫、置いてて。うわ、当たらんかった。
え、合ってないよ。橋の向こう側、いや、橋の向こう側行ってないもんだって。橋の向こう側行ってないもん。うわーい。なんでこれ悪者なの？うわー、ちょっとパリしたいなー。パリしたい、パリ。高いよー、火力。あ、なんかパリできないと思ったら素手になってた。素手になってた。なんかタイミング変だなぁと思ったんだよ。あ、回復しやがった、こいつ。ふざけんな。よいしょ。ほら。じゃないか、危ないな。危ない。注意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 。回復しやがった。よいしょ。うわ、なんだ。うわ、やばい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 。ふざけんな、こいつ。てめえ。おー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 。よし。I trust you've learned your... ああ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 あ220個目さえなさ。ふざけんな、229個目さえなさ。くそー。あいつマジでぶっ殺ちゃんだわ。あいつはマジでぶっ殺ちゃんだわ。ぶっ殺れちゃん、マジで。マジでぶっ殺れちゃんだわ、あいつ。あいつ。あいつ。どけ、どけ。来いよ。来いよ、てめえ。Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed指輪の位置が分からない。失敗した、失敗した、失敗した。結局あ
あー失敗した。パリーは取れたけど地名が取れない。両手だとパリー取れないんだよね。両手持ちってパリー取れないよね。あ、取れるか、取れるか。わわ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 。三周目ほんと火力高いんだって。ほんとにうわ、回復すんじゃないねボケが。セールか、ういさせるか。なんか後ろから変なの言った。Forgive me, my lady. 押した押した。なんかいるなんかいる。オーニクスブレード仕掛け鍵ターバン。うおー、なんだあの攻撃は。ふざけんな。あえー、火力高すぎだってこれ。うわ、こいつら復活するんな、倒してるのに。閉めらんないもんね。あーでも、そうだ、復活してるんか。めんどくさ倒すの。どこ行った？いなくなった。いや、あれなんなあれ。ちなみに。どうやって撮んのこれ。降りる場所決まってるのか。絶対降りたら乗れないぞ。乗れないぞ。降りても。あ、ここ乗れる。乗れなかったー。やめてー、やめてください、やめてください。よし。いや、6個目さえないさ。いや、全然せこくもなんともないから。あと、レベルはこれ以上上げたりしないから。対人キャラだから。対人キャラだからね。これ以上ステータスいじりたくないんだよね。一回戻るね。くそけしからんってなんで。あ、なんか位牌渡したらどうなるんだ。あなた様の気に目障ることを、新たな品が。
なんだ、何の品が増えたの？うん、120対人用キャラ。何が増えた？ミルウッドの装備ってどれ？あ、これ？へぇ。買っとく？買っとこうか。持ってないし。いや、ウッドボルト、ミルウッドの大矢、羽矢。売る、売却。いや、いらないの。いや、特にないからいいやもん、これ。待ってね。こう鍛えるのに、これだと何で鍛えるのこれ。あ、塊か。ああ、いいんじゃないかな。対人でもまあ使わないんだよな。でもこの盾多分光る、光る、大量に余ってるからいい。原盤はもったいないからいいか。今原盤っていくつ余ってるんだろう。6個あるんだ。まあいいや。悪趣味なんで？あれ？この人いない。あれ、弓矢。弓矢買いたいんだけど。買うところないんじゃないのこれ。もしかして。この、これ。弓矢欲しいんだけど、弓矢。こっちじゃないの、あっちか。ファイヤーの弓矢が欲しいんだけど、助けてないんじゃない？ないよ、この人弓矢売ってないじゃん。なんだよ。どうしよう。いや、多分ね、助けてないんだよ、三周目。多分だよ。助けてないんだよ、だって、多分。だって、矢がないもん。そうだ、まあ、多分。ほら、羽矢しかないもん。まあ、いっか、羽矢でも。買えるだけ買っとけ。大きな矢はどこで購入できるの？大きな矢。あ、もう99、もうないもんね、矢が。普通の矢もないし、セブンイレブンにあるわけないです。あー、グレイラットさん助けてないんだ。うわーだね。あ、そういえば武器の変質、これを
え、あれは祝福の祝福祝福祝福派生できないんだけど、マジか。うわ、めんどくさめんどくさだな、くさくさなんだけど、まあいっか、まあいいや、めんどくさいし、よし、さあ行こう。なんとでもなるでしょ。ちなみにだけど、ファイヤーの、これも、今取れない、まだないんだね。購入できないんだけど。ちょっとこのキャラちょっと待って、全然準備できてないじゃん。もう退陣したくて仕方がなくて、炭松屋にまでない。退陣したくてしょうがなくて、多分いろんなの抜かしながらやってる。三周目はもう抜かしてったんだろうね。だね。今の盾はリジェネ効果ついてるけど、そこにさらに、祝福派生ってできるのかなと思って。そしたらもうちょっと回復速度も上がるんじゃないの？そんなことないの？アンバサ状態になるんだったらその方がいいかなと思った。ちなみにこれ。これはアンバサじゃなくてこれつけてるよ。受け値とか下がっちゃう。あー、そっか。じゃあいっか。受け値下がるのはちょっと嫌だな。じゃあいいや。あそこどうやって行くのかも全然わかんない。まあ、とりあえず行くか。で、上のやつ取りたいんだって。出汁が出そうなキノコ。ここどうやって登れるかな。登れないんだよね。どうやって登るんだろう。いった、やめろ、ふざけるな。誰で撃ってきたの。ギアーじゃないんだ。わかんない。一回失敗したら多分ね、奴らに取り囲まれちゃうから、倒すからね。うおー、そこにいたのか。ふざけんな、見てなかった。あった、あんたもいるの？ふざけんな。ちょっと、前。よいしょ。
危な。あいつも邪魔だな。いつも邪魔なんだよね。だ。よいしょ。あった。あった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 。危ない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 。もう。ボケー。こいつし、こいつ、ねえ、やっぱり一周目でやらないかい。やっぱり一周目の方が、サクサク進むと思うんだ。一周目だったらこんな、なんか死んだりしないと思うんだ。なんだよあいつ。いや入ってきてる。なんで入ってきたの。てめえ。うわ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 死ぬ。あった、たっ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 た。いやだって投げナイフで体力あんなになくなるんだからね。武器変えた方がいい。いや、カーサス極限でもいいけど、その二つじゃないしかダメだって。技量キャラだからね、このキャラ言っとくけど、対人用の。そんななんか攻略に有利な武器とかじゃないんだって。攻略に有利な武器とかのためにキャラを作ったキャラじゃないから。とりあえずいいや。嫌だよ。これでいいんだよ、もう。対人用で、ではこれで。対人用なんだから。攻略に合わなんて合わせたくないわ。おーし、降りた。危ない。危ない、危ない、危ない。危ない。やった。危ない、危ない、危ない、危ない。ジャンプなんかしちゃいけないよ。大した。
したことないアイテムさん、だいたいこういうなんか黒を取る系って大したことないの多いよね。ほんと大したことない系が多いよね。だから技量キャラだからだって。うわっ！技量キャラだもん、それ弓矢強いだ。みんななんか攻略は上質がいいとか言うぞ。対人でも。でも私は技量キャラでずっとやってきてるから、技量キャラか変えるつもりはない。OK。ヤーマン。レンジローさんいらっしゃい。319コミさんいらっしゃい。こっちの方が、まだあれぞ。いいアイテムぞ。よし。なんか誰かいる。はい。I believe. あなた、灰の匂いがするね。きっとゲール G が言ってた人。私に火を見せてくれる人。大丈夫、これが終わったらそこに戻る。The door is open thanks to thee. あなたが扉を開けてくれた。I promised Uncle Gale I would. ゲール G と約束したかな。The door is open. Tis good. I promise. AV の流れ？ どんな顔してんだろうこの人。I promised Uncle Gale I would. あ、なんか結構美人そうな感じだよ。みんな好きそうな感じなんじゃない？おい、こっち向けよ。やらないや。スエジョーさんいらっしゃい。いや、横落ちた死ぬ系じゃん。壊れないんだなぁと思って。次枠まで延長してる。降りたらいけん、帰ってこれないけ。そこは？こちら側から開かない。
あ、カンガリビある。どこにあったんだろう。あ、やった、かがり火だ。イエーイ。で？なかった。あ、おやすみなさい。メルタ、おやすみ。だね、なんとかの斧とか、なんとかの斧とか取ってよ。これなんだこれ。これはなんでもないか。これ下に降りない方がいいのかな。なんかいる。絶対罠でしょあれ。ああ！びっくりした。え？何が？あ、そうなんだ。あんま別に収集とかあんまり。こだわってないから、うん、まいた。七色石。そんなに迷うところってこと？これ。もしかして。そんな迷うとこか。であれば、干からびたいらないな。ここに、あ、間違った。間違った。付け替え。ケイテンさんいらっしゃい。なんか、なんか違うんだ。いるね。一人ずつぶっ壊れちゃって。よし。切るんだよ。三六個目さんいらっしゃい。で
口だから。いや、迷いそうだな。発狂なんてしません。出前？ってこと、出前とか頼めますか？なんかある。とかの盾よし、OK、わわわ、何匹いるんだ、わわわわわ、何貫通してくるんだ、貫通してくるんだこれ、マジか、あ、変なとこ来たか、ほら、よし、二人いっぺんに倒して、お前も死ね、よいしょ、まあ、囲まれてもまあなんとかなるかな、座ってるのとか、後ろとかからやってこられるとちょっとね、上か、すごいよ、まずお前からだ、わかりにくいね、うん、クリスマスなんかなくたっていいやつはしにくいよ、さっきこっから降りたんだっけ、あれダメだ、もう迷ってる、やっぱ、あー、そこが目印だから、またか、お前、よし、プレイステ4プロに興味ないよ、同じじゃん、だってあー、こっから登ってきたらってこと、矢印でも書いとこう、でね、ここの、いや、なんかそういうのもなんか私よくわかんないかな、フレームレートとかって言われても、
4K に対応してますみたいな感じとはまた違う。動きが滑らか。あんま、まあ別にこのままでいいんじゃないの。なんか別にないでしょ不満。ダメだ、全然道がわからぬ。木を倒す。え、これショートカット？もしかして。え、どういうこと？どういうこと？だってプレイステーション配信してるわけじゃないから関係ないでしょ。どこへのショートカットこれ？どこに続いてるの？あ！へぇー。かがり火のとこか。え？なんでクルーズさん、2回も来た？へぇー、元気？元気とか言って。まあ別に、なんもないから、どうでもいいけど。なんか死なないのか。うお、もう一人いる。応援隊？降りんなよ、熟女じゃねえよ。熟女応援隊とか降りてほしくないんだけど。正解さないわ。え？朝までゲームしてて見すぎまで、え？切りすぎまで起きなくて怒ったら逆入れされた。何それ、自慢ですか？それは何？のろけですか？こっちは何年も彼氏いねえんだよ、ボケが。なんか喧嘩できるだけ嬉しいと思っとけ。ハゲが、ハゲの口しやがって。嘘嘘、そんな全然、ね、今わざと怒っただけだから全然怒ってないよ。全然怒ってないけど、まあ、別に寝かせといたらいいじゃん。たまには遊びたい、遊びたいもんでしょ。トシーはなんでそんなくたびれた声してる。うるさいな、余計なお世話だわ、ボケ。くたびれた。はぁ、もうまあ、まあ、それを否めないかもしれないけど。うるさいな、もう余計なお世話だわ。くたびれた声、もう。なんて、なんか、なんて、正しい表現をされたのかと思って、ちょっと、この野郎と思った。正解すぎて、ちょっと、このと思った。いつもの可愛い声ってどんな声だよ。こんにちは、トシーさん、18歳です。
どうも。皆さん、富士さんはまだ高校3年生です。よいしょ。寝ていいってなんで。モナキン4日目さん、409個目さん、416個目さんいらっしゃい。はぁ、あ。そう、JK ですね。恥ずかしくないよ、別に。楽しいじゃん。楽しいじゃん、全然楽しいから全然何も恥ずかしいこともなんもないよ。顔も見えてないし。NG コメントないし。うわぁ！ふざけんな。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 なにこれ、なにこれ。なにこれ、なにこれ。ドーンってなにこれ。お前か。あ、やばい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 、死ぬ。死ぬー。いや、なんかね。アースシーか。倒した。げー、余裕。アースシーカーかっこよかったね。426個目さんいらっしゃい。生き地、薬物より生き地ってなんだよ。さっきの人の戦技でしょ？リゲインもらっとけって何？アースシーカーとか、技量キャラだからアースシーカーとか無理じゃない？なんか、武器は、なんか軽い系の武器しか使ってないよ。ちょっとだけでも筋力に振ったけどね。あの、あれだから。あの、お医者さんからもらったやつ。え、何もらったの？来いよ。うわ、こいつほんと苦手。使わないからこっちの方がいいんだよなぁ。でも回復するからね、この装備にしてるけど。人間生産いらっしゃい。あとあいつだ。来いよ。あ、当たっちゃった。まずい。ドン。なんだそれ。
あとはないね。あと戻れるのかな。どうしよう、お医者さんからも、あ、違う、同じコメントじゃないか。で、こっちでいいのかな。ボスとか一切出てこないね。こっち？あ、ここがさっき落ちたとこ？え？だよね、戻ってきちゃった。何もなかったよ。え？熟女うるさいね。いつまで言ってるんだよ。いつまで熟女熟女言ってるんだよ。熟女じゃねえよ。いや、場所がなくて一緒なんだもん。全部あるね。右上？あ、こっから行ってないよね。だで、これさっきここで落ちたんだよ。さっき向こう側どうやって行くんだ。4号2個目さえいないじゃん。うるさいな、もう。年齢のことばっか責めやがって。26歳でいいだろ、26歳で。そんななんか年齢、聞いてどうするんだよ。年齢でゲーム配信見てるのか。4、5、6個目さえいらっしゃる。あ、なんだあいつ。知らないよ、そんなので。ほら、よいしょ。 OK。 OK。だから、ぶっちゃけ言うけど、22だから、私トシさん22歳だから言っとくけど、はいはいじゃなくて、落ちてったのにあいつ。トシさん22歳だから、あ、死んだ。なんだなんだなんだ、上からどんどん落ちてくる。なんだなんだなんだ、さっきからワンワンが勝手に自殺していったぞ。あそこにもいる。死んでもらうか。死ねーい。よし。OK。OK。よいしょ。勝手なこと。ん？三の親？ここに。
ちと何あっちって何どっちこっちとあっちはどっちだよ。またいるのかよてめえ。届かないんだな。よし死んでもらおう。こっちは届くんだよ。羽やだからな。うわなぜ届いた。見えないって言ってるよもう。どこにいる？ハリー分かんない。血じゃないわ。全然攻撃食らわない。近づいたぞ。配信向きとか関係ないから、近づこうが遠かろうが普通に倒せるから。言っとくけど、なんだここは。そして さっきの、よーし、これでショートカット2つできた。で今ソウルレベルだから、ソウルレベル120固定だって。120固定で対人用のキャラだから、これ以上ステータスいじることはしない。あ、これ絶対ボス戦でしょ。じゃない、なんだこりゃ。かがり火もなんか遠そうだな。なんか来た、なんか来た。おお、ハエ飛んできた、ハエ飛んできた。くさ。くさくさ。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い。うわ、汚っ。脳みそに。早めにたかるじゃねえの。あー、卵を植え付けられた。卵くだしじゃなくて、卵を植え付けられた。ヒルだった。あ、これあれしないと。めんどくさ。あるよ。タイマツ、そう。タイマツ、オッケー。よし。そうです。
どうすんのこれ、あの、初見、本当に初見プレイの人で、あの、わしみたいに知らない人だったら、ネタバレだよ。面白くなくなっちゃうよ。そんな言ったら、じゃないでしょうか。もうわしのことじゃないかいいけど。いやだから、わしは知ってるけど。DLC は初見プレイだからね、言っても。言っても DLC 初見プレイだから。OK。一回戻るか。てか戻らないでいいかな。ちょっと待って、ちょっと待って。上、さっきの反対側に行ったらどこに行くんだろう。エロ G って何？どうしよう。もう一回延長して、これで終わります、今日は。延長ありがとうございます。延長させていただきます。なんかあと30分で終わるね。はーい、おやすみ。はい、延長とありがとう。よいしょ。で、こっちに行って。で、さっきここを、まっすぐ行ったら、やつ仕事が忙しいから、明日休みだったらやっててもいいけど。え？神レベル69。もともと69だったような気がするけど。カメさんがいる。ちょっと待って。はい。うわわわわ、武器が変わった。ちょ。来いよ。危ない。ちょっと隠して。あいつ攻撃力高っ。よいしょ。OK。一旦下がった。地鳴りの。岩石椎。こんななんか、あれじゃないですか。技量キャラの武器が一つもないじゃん。技量キャラの武器が一つもない。OK、一回戻って。雇ってもらえないですか？雇ってもらえないです。あ、鍵爪、そういえば手に入ったけど、鍵爪とかいいわ。一回、戻って、こうだよね。なんで教えたくない。アメガネさん、ありがとう。
あ、一人一人、そうそう、一人一人。一人です。広告つありがとう。あれ？あれ？かがり火ってどこだっけ？あれ？かがり火ってどこだっけ？あれ？外？あ、あったあった。寝ぼけてないよ。寝ぼけてね、だから初見プレイなんだから迷うに決まってるでしょ。ね、だから初見プレイだって言ってるんだな。565コメサイレンさん、 Z サイレンさん、このままちょっとすり抜けて、ついてくるのかな。ついてこないね。で、こっちに行くの初めてで。いや、今年の年収はそこまでいかないよ。あ、食べられた。あ、もう。オッケーが。オッケー。オッケー。うん、今年の年収はっていうか、まあ、ちょっとずつ上がってるけど、そんななんかそこまで行ってないよ。言わないけど。中古車販売？そうなの？私中古車販売業なの？え？いや、こんなもんじゃない。うわぁ、絶対なんかあると思ったけど。後ろから出てくるとか。で？そこに見る。おいしい？ゾンビハンターとしえです。ゾンビハンターだから外国人何言ってる言ってる、死ねー言ってる。生ハゲ親父さん、ご手ありがとう。会社に行きまくりなんだけど、もう住んでるみたいなもんだよ。ほんとに。もうなんか、見よ、もう、うるさいな。会社でハゲてる人いない。若い人ばっかりだもん。年齢層そんな高くないよ。うちは。昼寝してないわ。いや、でも、ニコ生見てることはある。でも、なんか、休み時間、休憩があったら、ニコ生見てることとかはある？いいじゃん、いいじゃん、休憩時間とか自由に取ったって。
私だって休憩でご飯食べれないこと結構あるんだから。え？チラ見かな？いいじゃん、別に。だって見たい番組が昼間にしかやってないんだもん。いいだろうが、もう。え？コメント？コメント打ってるよ。昼間にやってるのが悪いんだって。私は悪くない、私は悪くない、全く悪くないから。そうだよ、休憩なんだから自由に使っていいじゃん。休憩取れない時の方が多いんだから。私さん、だって大体夜中まで仕事してるんだから。いいでしょ、そんな、大体一日の何時間もし働いてると思ってんの。1時間2時間ぐらい自由な時間よこせよ。ボケが。楽して稼いでるわけじゃないんだぞ、こっちは。ほんとに。人よりっていうか、むしだって普通の家庭だったらお父さんとお母さんがいて、共働きでお金を稼いでるから、それでいいかもしれないけど、うちは違うでしょ。そこの家よりも稼ごうと思ったら、そのぐらい働かなかったら立っていけないんだよ。ボケが。だいたいそのなんか男親がいないからって、そうな、何？なんか、なんていうの？子供に、なんか、そこよりも、なんか劣ってるみたいに思われんのが嫌なの、うちは。嫌じゃん、なんか、お父さんがいないからって、なんか、あれだ、みたいなの。国から援助されてるんじゃないの？年収によって援助されない場合もあるんだよ！ボケが！うるさいな、もういちいちいろんなこと聞きやがって。ほんとに？ほんとにもう。6、3、4個目さえいないさ。いや、全然怒ってないよ。いや、怒ってるふりしてるだけだから。言っとくけど。少々。全然怒ってないから、内心は。切れてない。なんて言ったらいいのかな。なんだろう、嬉しい。こうやってなんか会話できるのが嬉しい。放送もなんか、週に一回、今日は珍しく長くやってるけど、普段こんなにやらないじゃないですか。これ絶対ボス戦だよね。違かった。何、誰かいる。Welcome to the painted world of、ようこそ、アリアンデルの絵画へ。私はフリーで、おじさまと、そして、なんとかの人のた、皆にずっと共にあるものです。ですが、あなたは、火のない灰を、
あなたがなぜか、あなたには使命があり、それはここにはないのです。あなたの居場所に戻りなさい。きっと見えているのでしょう、この部屋のかがり火が。今はもう消えかけですが、それでもあなたを導くでしょう。プリシャタ？ああ、一つだけあなたに渡しておきましょう。迷ったとはいえ、こうして出会ったあなたに、この冷たい世界の思い出を、あなたの使命の助けにしてください。雷のやつだね。さあ、もうあなたの居場所に戻りなさい。戻るべき場所がある。それはとても幸せなこと。どこにプリシラタンがいるの？これ？あ、なにこれ。いや、しないしない。あ、登れる。なんかどこに行くんだ。絵画世界があるの？ダークソウル1の？え？さっきどっから上がってきた？ここが絵画世界。あー、雪の中ね。あ、なるほど。え、で？え、どうやってここにたどり着いたんだっけ？あれ？どうやって。ちょっと待って、どんな感じで来たんだっけ？覚えてない。あー、虫がいっぱいいるところを通ってきたんだ。ああ、そうだ、そうだ。で、下にはなんか落ちたことないからわかんないけど。下に落ちたらなんかあるのかな？これ下に落ちたらなんか、ありそうだよね。あっちから来たからね。へぇ。てか、一回もボスに当たってないし、最初に出てきた吊り橋、叩き落として下に降りてきたぞ。あの吊り橋を渡ってこっちに、まっすぐ行ったら何があるんだろう。あなたは灰の人。ゲール爺のお願いを聞いてくれて、だから話しておきたい。ずっと寒くて暗くてとても優しい寮。だから私、火を見たいの。はい。私、ガだ。寮じゃない、ガだ。ずっと長く、寒く、誰かの居場所に、だから私、火を見たい。が、ええね。がって書いて、ええね。髪の毛長いね。この人一度も切ってないのかな。ゴールデンさんいらっしゃい。え？待って、行く場所ないじゃん。じゃこりゃ。
わるか。使えちゃった。これはないって何？あ、落ちた。危な。行く場所が分からぬ。あ、なんだ。開くんじゃん。あ、これ最初のとこじゃん。へぇ。え、じゃあ渡ったところで、扉開かなかったんだね。じゃあ渡ったところで扉開かなかったんじゃん、もともと。じゃあ正解だったってこと？え、ちょっと、なんで、どういうこと？全然意味がわからない。え？え、じゃあ何、損してたってこと？遠回りしてきただけ？へぇ。え、どうすんのこれから。すっごい遠回りじゃん。降りたりできないのかな。探索足りないんだろうな。あ、降りれる降りれる。ほら。ほら。え、血じゃなくて。定番だね。うわ、なんか苗床みたいな感じ。お！危ない。危ない、落ちなかった。どっから撃ってきてるの？え、どっから撃ってきてるの？あそこにいた。はい。で？どっからどっから、なんかあっち側から来てる。いたいたいた。見えた見えた。
落とせるかな。落としそうだな。幻覚じゃないでしょ。落ちそうだ、落ちそうだ。肉焼いたりはできないけど。落ちないね。全然落ちる気配ない。死んでくれたらいいや。クリックとして、で、わあ、またこいついた。よし、危ない。怖っ。これ、うつろなんだ。うわぁ、どっから？ふざけんな。走って逃げよう。光ったわ、じゃないわ。いて？結構上から撃ってくるね。なんだあいつ。かかがり火あった。やったー。よし、ということで今日はここまでにしまーす。またよかったら遊びに来てくださーい。お相手はトシシーでした。お疲れ様でーす。またねー。バイバーイ。